もう私は飛べないんだ。ちょっと待った、そんな箱に入ってたら食べるわけないじゃん。そうよ、まずはこの箱から出ましょうよ。それじゃオープン。輝く未来を抱きしめて、みんな輝け、力のプリキュア、キュアエトワール。あ、よいしょ、決まりましたね。さあ、キュアエトワール、飛ぶんだ。飛べますよ。二人ともありがとう、心が溢れる。飛ぶんだ、キュアエトワール。うん。おお、すごいですね。よかったよ、キュアエトワール、とっても回ってましたね。それじゃあ次はリカちゃん。はいはいはい、リカちゃんにお任せ。さあ行こう。あ、いた、リカちゃん、さ、刺さってる。はい、それじゃあ失礼します。よいしょ。うわー、いやー、よいしょ。忍法服奪いの術、リカちゃんそれ。まあまあまあ、どれ着きましょうね。さて、紙粘土のパニエを。よいしょ。これ紙粘土で簡単にこうプリンセスドレスの形にしてもらって、はい、カポッとね、行ってみよう。うわ、もうその形だけでプリンセスみたい。かわいい、めっちゃイケてる。あー、どいたどいたどいた、邪魔だ邪魔だ、どけどけ。うわー、おっとっとっと、よいしょっと。はい、今日使うのはこの粘土たち。薄黄色、オレンジ、青、白、エクスラ、お粘土。はい、今日の衣装のイメージは、ちょっとどいて、はい、こんな感じ。うわー、かわいい。まあ、これがね、粘土でどれだけ表現できるか、やってみよう。あ、よいしょ。じゃ、まず使うのは、このオレンジの粘土を伸ばして、伸ばして、四角くカットしたら、これを、畳んで、畳んで、また粘土を四角くカット。今度はこの粘土、薄黄色の粘土はこの粘土混ぜ混ぜ器で黄色と白の粘土をギュッとして混ぜ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 、薄黄色伸ばして伸ばしてカット。こんな粘土を作っておく。そして白い粘土を細長くカット。これを黄色い粘土に重ねる。畳んで畳んで、伸ばして伸ばしてカット。白い粘土を細長くカット。黄色い粘土に貼る。そして黄色い粘土を伸ばして伸ばして胸につけて、そして青い粘土、青い粘土を細長く切って、そして黄色で線を入れる。いい感じ。ジョーカー、首の後ろにリボン、だいたいこんな感じ。何かが足りないな。はいはいはい、はい、キュアエルさん、やっぱりラメラメですよね。それだ、黄色のラメラメを、レッツララメラメ。今度はオレンジ、今度は青いキラキラ。せっせっせっせ。あ、キュアンジュさん、何やってるの。あ、見つかってしまった。ちょっとオレンジしてこんなんも可愛いかなって思ったんですけど、ごめんなさい。これめっちゃイケてる。もっとやりましょう。本当にどんどん貼っちゃいましょう。イエイエイ。この星のシール、もうちょっと追加していこう。この片側だけつけてる感じがまたいい。よかった、ほんとほんと、めっちゃイケてる。このキラキラの宝石もいい。キュアエトワールさん、プリンセスドレス完成。カワタン、こんな可愛いドレス着たことない。ありがとう、リカちゃん。喜んでもらえてよかった。それじゃあ、キュアエトワールさん、可愛いプリンセスドレス着れたなと思った人はグッドボタン。
ネル登録お願いします。